さぎの知恵比べパート3。これはアメリカのお話です。暑い日の午後には森の動物たちはみんなお昼寝をしているんです。キューピーキューピーふふふよ母ちゃん、いけないのよ。お昼の時間に魚釣りしちゃ森のみんなで決めたんじゃない。ねえ。うひひひひ、いい調子。誰もいない時狙って釣るなんて頭がいいな。キツネがいつもこの調子でお魚を独り占めにしてしまうので、みんなが困っていると。僕に任せてよ。キツネの取った魚を全部取り上げてみせるよ。そして次の日、ウサギはキツネのところにやってきました。こりゃいいや、もっとどんどん釣ってもらいましょう。やあキツネくん、ずいぶん釣ったね。いやウサコ、いやだよ、僕の釣り竿を取り上げようって言うんだろ。釣り竿？そうだよ、釣り竿が2本ありゃ魚も2倍釣れるって感情だもんね。くーん、なるほどね。ねえ、取らないで僕の釣り竿を。そう言われると欲しくなったな。欲しい、よこせ。あ、やっぱり。じゃあ仕方がない、あげますよ。欲張るのはよくないんだけどな。この前も狼さんが死んでコチコチになったウサギ食べてお腹壊したってよ。そんなのずいぶん不名誉じゃない？俺がそんなもん食うか。目の前にピンピンしてんのがいるのによ。釣り竿もウサギも両方いただきで。おいくぅ、やったぁ。あら、あぁ、いけねぇ。助けてほら、悪いことを考えた罰よね。こういう運の悪いこともありましたが、魚運の方がずいぶん良かったらしいのよ。ウサギの釣り竿の分も余計取れましたしね。夕方になるとキツネくんはこんなにたくさんの魚を引っ張って帰ってきました。ところが道も半ばまで来た時、こいつ頭げた、ウサギが死んでるじゃねえか。うまそうだな。どうだい、まるまると太っちゃってよ。待てよ、こいつは。キツネくん、死んでコチコチになったウサギ食べてお腹壊すなんてずいぶん不名誉じゃない？やめてやめて、古い肉食って中毒したらまたあのウサコになんて言われるか。ペイラー。少し惜しい気もしましたが、キツネはぐっと我慢したのです。キツネの姿が見えなくなると、まあ死んでいるはずのウサギが起き上がったじゃありませんか。それどころか走り出しましたよ。これでよしと。はあ、ドリームビールよりあ、苦しい苦しい苦しい。これはどうだ、今日はウサギの役目に違えねや。ここでも一匹死にかけてるぜ。あの悪ウサギめ。
僕に急に襲いかかりやがった。僕の方がぴょんこに持てるもんで焼いてたんだ。でも見ろ、やっつけてやった、やったぞ。でもよ、あらずいぶん前に死んでたみたいだったぜ。コチコチだったもん。君、手で調べてみたの？こんな風にたった今だよ、僕があいつをえいってやっつけてやったの。くふー、あー、僕も死ぬ。あー、死んでた。なんてついてんだろう。俺って魚がいっぱいにウサギが2匹、みんな驚くぞ。森一番の狩人だって言うぞ。さっきのウサギ取ってこよっと。わーみんな、魚をキツネのやつから巻き上げてやったぞ。これウサギくんの作戦は大成功。お魚をもらった森の動物もこれには大喜び。でもキツネは面白いはずがありません。だいたい未だにウサギを捕まえられないだけでも悔しいのに、まんまと獲物まで取られてしまったんですから。そこでウサギを捕まえようと落とし穴を掘ったの。これだけ大きくは一度飛び込んだが100年目、あとは上に木を渡して草かぶせてと。おちちおどうやって出りゃいいの。誰か助けて。なんだか心細い感じ。これでうまくいくのかしらね。おれれれおちょ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 れちょ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 。ああ、そういうことか。わかった。わけないや、ハサミで糸をちょん切りゃいいんだよ。食いて食いて。あー、やだー、やめや。こんにちは。はい、ハサミ。素敵な床屋さんになりました。見てちょうだい、自慢の尻尾。ほら、こんなになっちゃって。この仇はきっと。でもまだやる気なんだから困ったキツネ。おしぼり。あ、まあ、俺の晩飯丼、気の毒だが死んでもらうぜ。おっとっと、それじゃあ切れないよ、包丁作家様。ぜーにさあ、捕まえ
ったぞ。おかーい。はちみつのラバー、はちみつのラバー。あれ、はいはい、なに、はちみつのラバー、またこいつか。もう我慢なら、Look!